日本近畿地方大阪府大阪市中央区松山町、住吉松山町住吉は大阪府大阪市中央区の町名。定番を持たない単独町名である大阪市中央区の北部に位置。南は松山町、東は神崎町、小川町、北は材木町、西は阪神高速一号環状線の高架下を流れる東横堀川を挟んで南線は 幕露町とそれぞれ接する。地内の東側には南北に松山地筋が走り、最寄り駅は松山地側にある大阪メトロの松山地駅である。江戸時代の住吉山地と具足山地を合わせた住吉町が1989年に解消し、現在の町名となる。2019年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。 国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。大阪府大阪市中央区の町邸、朝一覧。人口統計ラボ。2019年10月4日閲覧。AB、住民基本台帳人口、外国人人口。大阪市。 2019年10月4日閲覧。AB、松山地住吉の郵便番号。日本郵便。2019年8月15日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2019年6月24日閲覧。AB、平成7年国勢調査の調査結果引く。男女別人口及び、世帯数町長,長、あざと。総務省統計局。 2019年8月16日へ閲覧。AB、平成12年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長,長、あざと総務省統計局。2019年8月16日へ閲覧。AB、平成17年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長,長、あざと総務省統計局。 2019年8月16日へ閲覧。AB、平成22年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長,長、あざと総務省統計局。2019年8月16日へ閲覧。AB、平成27年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長,長、あざと総務省統計局。 2019年8月16日閲覧。平成28年経済センサスマイナス活動調査事業所に関する集計産業横断的集計都道府県別結果総務省統計局2019年10月23日閲覧。郵便番号簿2018年度版日本郵便2019年6月10日閲覧。ありがとうございます。